はい、どうも、白コリです。コンコリー。アトム RPG 続きをプレイしていきます。ほい。ブリーフィングですか、これ。5、4、3。ドキドキ。アトムは帝国主義の征服者によって引き起こされた戦争より前に作られたソビエト軍の死体である。我々の任務は戦前の技術を集め祖国ソビエトを復活させることにとどまらない。我々はまた全ての人のために戦前の生活の質、はい、これらの目的を実現するために我々はしばしばウェイストランドへの探索遠征を行っている。少し前に遠征隊の一つであるモロゾフ小隊の隊とケチとの通信が途絶えた。人的資源には限りがある。そのため標準的な手順としてこの問題を調査するために数人のエージェントを派遣する。君はこの任務のために選ばれた一人だ。モロゾフ将軍の部隊には重要な任務があった。秘密のバンカーを制御し研究する。バンカー317だ。我々のデータによるとそれはオトラドノエの村の近くにある。任務を成功させるためにクラスノズナノナメニーの町のエージェントに接触する必要がある。コードネームはフィーデルだ。郊外の酒場に潜伏している。物理的な援助の他に情報提供のサポートもしてくれる。封書にはエージェントに接触するために必要なパスワードが書かれている。読んだら破棄しろ。忘れるな、任務はモロゾフとその隊の失踪に関する情報を収集することだ。英雄はいらない。健闘を祈る。士官候補生、そしてアトムよあれ。はい、前回ね、この場所で追いはぎたちに襲われて全てを失ってしまいました。水筒以外水筒だけ持ってるけど水も入ってないんじゃないかな。これとりあえず辺りを探索しながら町のような場所に向かうしかないですね。地図にも何も書いてない、何も書いてない。とりあえず何かを漁るしかない。あ、なんか落ちてますね。これ何それ、レンガだって。レンガでどうしろって言うんだ。何かを殴るのには使えるでしょうか。あ、レンガがある。ちょっと投げたりするのに使えるかもしれないから一応取っておきましょうかそうだな、とりあえずこの場所から移動しないとですね。ここから移動できるっぽい。お、ムービーだ。ん。あー、街っぽいものが見える。あそこに行けば。でもお金も持ってない、どうしよう。誰か助けてくれる人いないかな。はい、町の入り口にやってきました。止まれ、誰かいるのか。目の前に30歳前後の屈強な男性が立っている。古ぼけた軍服を着て大きな銃を持っている。彼はうなずいて明らかにあなたに会えたことを喜んでいる。歓迎してくれてる。やあ、どうしよう。やあ、男性は咳込んで草を吐き出すとライフルを手作りの革紐にぶら下げる。うん、はじめまして、私の名前はヤンだ。この村には何しに来たんだ。人を探してる、通りかかっただけ。村の話を聞いて。人を探してる。ここに住んでいる人か。そうでもない。わかった。で、何か用か。いくつか聞きたいのだが。いいだろう、答えられるなら答えるよ。最近軍人タイプの部隊が君の村を通過したか。おかしいな、少し前に分隊が通過したんだ。軍人かどうかはわからないが中には真面目そうなやつもいた。いい武器だが態度が悪かった。制服のようなものまで着ていた。ただごとじゃなさそうだ。探している正体ですかね。彼らは水を買い壁の近くで一日休んでから移動した。その中の一人とおしゃべりをした。いいやつで他の人たちよりも若かった。彼は遺跡を探検しているのだと言った。戦前の技術や遺物を探しているのだろう。彼らは普通に見えたぞ。戦前の技術を探してるってことはアトムでしょうね。
遺跡の方向を教えてくれないか。ヤンはあなたの地図を手に取り、少し眺めた後、一箇所に小さな黒い十字を書いた。そしてもう一回地図を見た後、あなたに地図を返した。ここだ、遠くない。ありがとう。もうちょっと質問したい。この辺りで仕事はあるだろうか。確かに仕事は常にある。一つは技術者がどこかに消えてしまったことだ。ステブルーブという名字だ。彼はよく酒を飲むことで知られていて、たまに酒浸りになることもあるのだが、こんなに長い間いなくなるのは彼らしくない。前回会った時はかなり酔っていて、もうすぐ億万長者になれると自慢していた。そしてパッといなくなってしまった。もしかしてその100万を手に入れて逃げ出したのか。かもしれない。でもどこで手に入れたんだろう。この状況には何か怪しいものがある。ヤンは肩をすくめ、慎重に地平線を見回した後、あなたの方に振り向いた。とにかく今の時代、優秀な便利屋は大歓迎だ。これが仕事になったのかな。探すっていう仕事を受けたのかもしれませんね。村のことを教えてくれ。武器はどこで買える？トレーダーの野心は村の重商人だ。彼はいいやつだが、彼の商品は安くはない。まさに資本主義者だ。一方で高額な税金を納め、町の警備の武器整備も手伝っている。銃が必要でなくても立ち寄って話をしてみてはどうだ。彼は最近都会からここに引っ越してきた。きっと君のような旅人と話をするのが好きなんだろう。彼の店は門を出てすぐ左手にある。わかった。薬は？コンスタンチン・アリベルトビチ・ミコヤンを訪ねてみてはどうだ。彼は私たちの医者だ。コンスタンチンと呼ぶか、ミコヤンと呼ぶか、お好きなように。彼は教養があり、誰からも尊敬されている。彼は戦前から医学の道を歩んできたので、怪我の治療が必要な時には彼に見てもらうべきだ。ありがとう。生活はどう？ここは素晴らしい村だ。戦後すぐに同志コバレフが設立した。彼と最初の入植者たちは硬い樫の木の周りに土地を確保し、それが今日まで村の中心となっている。この木は村のマスコットのようなもので、名所でもある。信じられないかもしれないが、爆弾が落ちた後、人々は食べ物や水を求めてあちこち走り回っていたそうだ。埃と焼けた土しかなかったのに、この樫の木と澄んだ小川が近くにあるのを見たそうだ。そこはとても不思議なことだと思う。ヤンは一瞬微笑んだが、その後顔を引きつらせた。まるでレモンを吸っているかのようだ。でも生活自体は正直腐っている。今は干ばつの季節だし、いつも襲撃されている。バンディットは毎月金を要求しに来る。戦おうとしたり和解しようとしたが、何の役にも立たない。奴らは強すぎる。私を襲ったやつかな、バンディットって。誰も助けてくれなかったのか。傭兵を雇うために一人の男をクラスノズ・ノナメニーに送り込んだことがある。彼は私たちが持っていた金を全部持っていったが、7人しか雇えなかった。彼らは真面目でタフそうで派手な銃を持っていた。羨ましい。バンディットを追い払った、あるいは単に殺したら嫌がらせが止まったと言いたいのだが、ウェイストランドの暮らしはおとぎ話ではない。バンディットは7人を全員殺してしまい、翌月には恐喝料が上がってしまった。明らかに傭兵に払う金があったので、それ以上の金を払う余裕があると言われた。そっか、最悪ですね。最近何かいい噂を聞かないか。ある通行人によると、ウェイストのどこかに古い廃墟となったボーイスカウトのキャンプがあるそうだ。しかし完全に放棄されたわけではない。戦前にそこにキャンプしていたボーイスカウトはみんなまだそこにいるのだが、彼らは野生化してしまっていて、秘密の儀式で悪魔を崇拝しているんだ。ボーイスカウトではないかもしれないと言っていたが、人間に擬態するために子供の姿になった。怪物だ。でもそれはただのデタラメだろ。いいか、私は噂を聞くのに向いてないんだ。村の人と話をしてみたら何か知っているかもしれない。そうか、ありがとう。いや、また気軽に遊びに来てくれ。立っているだけでは退屈だ。ありがとう、いろいろ教えてくれて。左側が武器屋でしたっけ。あなたが武器屋ですか。なんかいろいろ雑貨とか売ってる。
あなたの前には痩せた中年男性が立っている。あなたを見て彼は少し強引な笑みを浮かべている。やあやあ、さまざまな種類の銃を紹介するよ。戦前のものもあれば、すぐに手に入るものも。ライフル、ショットガン、ピストル。ウェイストで最高のガンスムスからだ。私の武器はすべて最高品質のものだ。もし君の手の中で爆発しても、金は戻ってくるよ。保証ありだ。物々交換。なあ、この町に来たばかりだから値引きしてくれないかな。失敗。悪いが友よ、俺の価格はすでにウェイストの中で最安値だ。何も買いたくないなら買わなくてもいいが、これ以上値下げはできない。まあやってみる価値はあった。そうだな、またチャレンジできるんですかね。いくつか質問しても、いや、とりあえず商品を見てみよっか。武器はこれ。カスタムソードオフショットガン、カスタムリボルバー。錆びたナイフ。そうだね、錆びたナイフぐらい欲しいけど、42ルーブルか。なかなか厳しい。質問してもいいか。トレーダーは少しがっかりしたようだが、それでも何か買ってくれるかもしれないと笑顔を絶やさない。ビジネスはどうだ。文句は言えない。知っての通り、この国では武器はすぐに売れる商品だ。必要不可欠なものだ。もちろん支部のようなものを携帯することもできる。だが君のような放浪者にそれが本当に長持ちするだろうか。私が教えよう。一番近い酒場では農民がシャベルで頭蓋骨を叩き割るかもしれないし、近くの溝は野犬が君を仕留めるかもしれない。そんな悲しい運命を回避するにはどうしたらいいのか、そう問いたくなるかもしれない。質の高い銃器を購入すればいいんだ。ではそのような高品質の製品をどこで購入すればよいだろうか。もちろんここだ。私の計算はどうなっているか確かめてくれ。なるほどね。君のことを教えてくれ。私について話すことは何もない。この群れに引っ越してくる前は、ここから南にある大きな町に住んでいたんだ。わかるだろ。クラスノズナミョノエだ。すごい大都市だよ。本当の首都だ。人々で賑わっている。活気にあふれている。それで新鮮な空気を吸おうと思ってここに引っ越してきたんだ。それで彼の声には後悔の念がある。明らかに隠していることがある。追求することはできなそうですね。村での生活はどうだ。希望と夢がいっぱいだ。いや本当にここには大きな可能性がある。必要なのは本物の労働力と適切な建材だ。昔は巨大な金属加工工場と石炭精製所が近くにあったって知ってたか。この地域には本物の産業があった。しかし地元の犯罪組織のボスに阻まれ、進展はない。村人たちは別問題だ。無気力でいい人なんだが、一日中土を掘っているか星を見ることもない。村人には証拠がないんだ。最近何かいい噂を聞かないか。私の親戚の一人はキャラバンのドライバーだ。彼はレッドパルジザン地区からフルシチョフバッドランドまであらゆる場所で働いている。彼が言うには奇妙な異変に悩まされる廃墟の町があるそうだ。そこに一晩滞在すると恐ろしい悪夢にうなされるらしい。さらに悪いことにビルの最上階では緑色の光が見えるんだ。声も聞かえる。しかし一番怖いのはそこじゃないんだ。彼のキャラバン隊にはマービンという少年がいたと言っていた。ある日マービンが私の親戚のところに来て、友達が近くの地下室から彼を呼んでいると言った。戦前の缶詰がそこに隠されているのを見つけたからだ。親戚は子供に許可を出したが、そのことは忘れていた。そしてその子は二度と戻ってこなかった。何人かの隊員が地下に潜ったが、血の海しかなかった。少年を呼んだと思われる男はその場に近づいてさえいなかった。ある者は地獄の亡霊が住んでいると信じた。また星からの訪問者が住んでいると考える人もいた。でもこの話はなぜ銃を買うべきかということのいい例だと思う。何が何でも銃を売りたい。そうか。とりあえず今はお金がないので。こっちは何だろう。あ、ここは警官っぽい人がいる。あなたの前には古くてボロボロだが清潔な上着を着た老人が立っていた。60歳くらいに見えるが、ウェイストに住んでいるものにしては元気そうだ。
実年齢は70に近いかもしれない。厳格な顔立ちにブラシのようなひげを生やしている。何か用かな、お嬢さん。質問してもいい？私はとても忙しい。村の人と話してくれ。目を背けられちゃった。あなたは？あなたの前にしわくちゃの手に古びたライフルを持った老人が立っている。彼はほとんど隠し持った興味であなたを見ている。少し聞いてもいいかな？あ、質問してくれだって。何を守っているんだ？村の金庫だ。集まった税金はここに保管して公共の利益のために使うんだ。もし何かおかしな考えがあるなら、いやいやいや、何もしないですよ。試しにやってみるのはおすすめしない。私は年を取っているのかもしれないが、射撃の名手だ。いいなぁ、射撃の名手、仲間に加えたい。危害を加えるつもりはない。君のことを教えてくれ。何を話せばいいんだ？私は素朴な人間だ。私を特別な存在にしているものは射撃があるからだ。放射能に汚染された雲の眼球を200歩の距離から撃てる。すごいじゃん。自慢するのは好きじゃないんだ。しかし何年も前から私は地元の射撃術コンテストで優勝している。すごい。村の周りで何か新しいことはあったか？いや、すべて順調だ。私たちの村長は怠けている暇も悲しんでいる暇もない。彼は偉大な男だ。私は彼を信じている。これ村長かな。村の全員が彼を信じていて、この信仰が私たち全員を支えている。何も問題ない。大丈夫だ。あまりにも大丈夫だって言うとちょっと嘘っぽいけど。何か噂はあるか？南と北にはたくさんの怪物が出没するそうだ。巨大な雲やスズメバチ、さらに危険なものまで。村の近くに住みたい、住み着いたやつもいる。繁殖できるかどうかはわからない。もしできたら私たちは困ったことになる。どうもありがとう。巨大な雲とかか。嫌ですね。さすがに、お、ここはなんだ？ショップっぽい。あ、飲食店か。酒場かな。あなたの前にはふっくらとした赤ら顔の25歳くらいの男性が立っていて、綺麗に整えられたひげを生やしている。白いシャツに短パンを着ている。手にはハエを叩くのに使う清潔なタオルを持っている。あなたを見ると、その男性はあなたに大きな笑顔を与える。おお、客だ。酒場へようこそ。君のような旅人はよく来てくれる。どういう意味だ？少し前に武装した一団が村を通ってきたんだ。銃を持っている人たちはこの辺では厄介なことになるが、彼らは親切で礼儀正しかった。本物の軍人のようだった。もっと教えてくれないか？それ以上話すことはない。彼らはおしゃべりではなかった。私たちの村長はある問題について彼らと話したがっていた。しかし彼らはそのまま帰ってしまったので何の取引もできなかったと思う。彼らは誰よりも私たちの門番に話しかけていた。彼の名前はヤン。もっと知りたければ彼と話すことを勧める。とにかく何か飲み物か食べ物はどうだ？なんか仕事はありませんか？妹に相談してみたらどうだ？私は素朴な人間だ。ビールを売るか蒸留酒を売るかだ。喜んでやるよ。家のことで何かお困りかな？連絡をしてくれ。でも深刻なことはカティアの耳に入れておいてくれ。彼女は積極的な人だ。妹さんに聞けばいいのね。わかった。ただ彼女は今かなり忙しいんだ。経費の集計や予算の計画とかな。カティアが忙しくなると彼女の注意を引くのが大変なんだ。ああ、でも思いついたことがあるんだ。彼女が何を愛しているか知ってるか？いろんな種類の薬や、チンキや、蒸留酒を作るのが好きなんだ。なぜかはわからないが、科学のことが好きなんだ。カティアに最新のチンキを試しに来たと伝えてくれ。そうすれば無料で飲めるし、彼女とも話せる。賢いだろ？アドバイスありがとう。メニュー見せて。え？高い。マジか。高いね。私、ご飯も欲しいんだけど。肉しかないし、肉高いし。あ、これ、場所によって売れる値段が違う系か。高いよ。お腹空いたらどうすればいい？自分でなんかネズミとか飼って焼くしかないかな。質問。なんかいいゴシップはないか？戦前、この地域で極秘の実験が行われていたと昔の人は言っている。
科学者が常駐する隠れた研究所で極秘に行われていたんだ。彼らがそこで何を研究していたかは神のみぞ知るところだ。一つだけ質問がある。もし研究室がそんなに秘密だったのなら、どうして噂があるのだろうか。今それは私が答えを見てみたい質問だ。まあ確かにね。それはそうだ。ん、何？ちょっと待ってくれ。一風変わったビジネス提案を聞きたいかな。聞いてみよう。クラスノズノナメニーのエイブラハム書店で注文した本を持ってきてほしいんだ。自分で取りに行けないんだ。バーでの仕事があるからな。はい。書店で注文した本。でも君はよく旅をしているようだから、もしクラスノズノナメニーに行くことがあれば、私のためにそれを取ってきてくれるかな。その時は必ず代金を払うよ。この本は何の本だ？トルキーンという作家がいた。うん、大人のためのおとぎ話を書いていた。わかるだろ？ SF とかと呼べばいいのだろうが、そんなのはどうでもいい。とにかく私は昔から読書が好きで、特にロボットや古代の神話などそういうものが好きなんだ。そしてクラスノズノナメニーのエイブラハムがこのトールキンの本を手に入れることができると教えてくれたんだ。なるほどね。しかも特別翻訳もついている。とにかく車で町まで行って注文したのだが、届いても取りに行く時間が取れないんだ。決まりだ。クラスノズノナメニーに行ったらこのエイブラハムを訪問するよ。やったー。十字つけてくれた、ありがとう。本の領収書だ。エイブラハムに見せれば渡してくれる。バーテンダーはあなたに小さくて分厚い四角い紙を渡す。その上には恐ろしい草書体で書かれた言葉が書かれている。この文章の所有者であるラドチェンコ VA またはその法廷代理人は、この領収書と引き換えに指輪物語、コピーを入手することができる。わかった。これね、大切にしないと。本の領収書、あ、これで、そうね、クエストログに追加されましたね。わかった。じゃあ次は妹さんに話を聞いてみよう。目の前に若い女性が立っている。表紙に会計と書かれたノートに書きながら深く集中している。じゃあお兄さんに言われた通りに話してみましょう。こんにちは、君のお兄さんに頼まれてきた。珍奇を持っているかもしれないと言っていたので試してみたいのだが。少女は計算を止めてあなたを無表情で見つめる。しばらくして彼女は瞬きをして微笑んで、短くなった鉛筆を右耳の後ろに隠した。いいわ、こんなの飲んだことないでしょ。新しいレシピだから。まあ本当に新しいとは言えないけど、長い間忘れられていたようなものよ。興味をそそられる。試してみたい。少女はうなずくと薄暗くて冷たい酒場の隅に案内してくれた。バーの奥から彼女は XXX と書かれた土瓶を取り出した。これを飲み干して。大胆に飲み干す。あなたは小さな口をつける。不思議な酸味のある飲み物だ。あなたは肩をすくめボトルを少女に返した。酔ったような感じはしないし、吐き気さえもしない。あなたはもう一口飲まなければならないと感じた。あなたはボトルを取り返しもう一口飲んだ。もう何口か飲んでも害はないだろう。頭が回転し始めた。何も変わったことはないだろう。あなたの手足の感覚は普通のように完全にある。しかし全ての空気が突然水に変わったかのようにあなたの周りに浮かんでいるのを感じる。あなたの口は非常に乾いているので、あなたは珍奇をもう一口飲んで口を濡らした。どこか遠くから少女の声が聞こえてくる。やめて。でもあなたはすでにやってしまった。何、なんかやばいの、飲みすぎた。周りの世界が止まる。あなたも止まる。しかしあなたの心は並外れた明快さとスピードでやってくる思考で競い合っている。なぜあなたはここにいるんだ。なぜ私はここにいるんだ。なぜあんなものを飲んだのか。なぜ。自分の頭の中で考えている音は遠くで鳴る雷のように聞こえてくる。それは刻一刻と近づいている。あなたは急に理解した。雷だと思っていたものが実は足音だったことを。霧の中からモロゾフ将軍が現れた。私を探しているのか、彼は尋ねた。彼の声は百の声の中の一つのようだ。あなたは答えることができない。あなたは凍りついている。ああ、私を探しているんだな。とモロゾフは言い、
あなたの手を取る。行こう。モロゾフが前を、あなたが後ろをついて、一緒に死んだ灰色の霧の中を歩く。将軍は冷静で確実だ。あなたはただ彼についていくだけでいい。やがて霧が切れ、奇妙に美しい光景が現れる。ここにキノコがある。あなたは非現実的な、原始的なキノコの森に到着した。その巨大な幹は、あなたが見たこともないような巨大なオークよりも太い。頂上は巨大な傘のように広がっていて、空を隠している。将軍は巨大なキノコの茎の間を縫うように、あなたを先導し続ける。幻想的な森の中を歩いていると、突然巨大なキノコの前に立ち止まる。これは神だ、とモロゾフは言う。しかし、あなたはもう将軍を見ることはできない。彼はあなたの中から話しかけているからだ。口を使って頭から話しているのだ。あなたがモロゾフ将軍だ。突然、足元の地面が揺れ始め、バランスを崩しそうになる。地震かと思ったが、揺れが収まった時、顔を上げ、叫んだ。巨大なキノコの顔が人間の顔になった。お辞儀をするのだ。とキノコの神に命令されて、あなたは無感覚に倒れてしまう。キノコの神。何時間もの間、あなたの精神は停止する。ようやく目が覚めた時には、前日からの大酒飲みの通常の症状は何も感じない。なんだ？生きてるわ。馬車、彼女は生きてる。完全に倒れないように少女があなたを支えている。鎮気が体から離れていくと、あなたの安定感が戻ってくる。バーテンダーは自分に悪態をつきながら眉間の汗を拭う。気分はどう？意外といい。実際彼女は強いわ。丈夫な体質でよかったわね。ごめんなさい、鎮気を強くしすぎたわ。なんてバカなんでしょう。そんだけ強いのに飲み心地は軽かったんですね。ガブガブ飲んじゃって。少女は息を吐いて笑顔を見せる。あなたが留守の間、私たちはあなたの荷物を見守っていたわ。遠慮なく確認してちょうだい。荷物って言ってもレンガと水筒しかなかったけど。持ち物を確認すると強盗に会っていないことがわかる。やはり奇跡は起こるのだ。なぜこんなに強くなったのか未だに理解できないわ。おばあちゃんが記録した祖父のレシピを使ったのだけど。彼女はほとんど独り言のように言う。とにかく話をする必要があるわ。あなたの脳が完全に回復したことを確認する必要があるわ。ちょっと質問してもいいか？何をしてるんだ？少女は疲れた様子で手帳を見ている。かなり古く、油で汚れ、側面は破れ、汚れた指紋で覆われている。戦後のほとんどのものと同じように、それは多くのことを経験してきた。生活の糧を求めているわ。兄の馬車と私はこの酒場を経営していて、兄はバーテンダーをしていて、私は計算をして村長に税金を納めているわ。商売はうまくいってない。お客さんのために新しい飲み物を作ることもあるわ。昔のレシピで作ったものもあれば、自分で作ったものも。それを蒸留してここで販売しているわ。この仕事は大好きなんだけど、簿記や税金の管理をしないと醸造家にはなれないからここにいるわ。なるほどね。旅人が立ち寄らないと酒場はなかなか難しいんでしょうかね。仕事を探してる。何かチャンスはないだろうか。皆が仕事を探しているから私は手伝えないわ。でも同志コバレフに話を聞いてみるわ。村長よ、彼にはいつも仕事がある。彼は見たこともない人とは取引しないだろうし、見知らぬ人を推薦するのはプロ意識が低いような気がするけど、多分あなたが最初に雑用を手伝ってくれるなら、あなたに紹介した方が気が楽だと思うわ。何か手伝うことは？恥ずかしい話だけど、毒キノコが必要で自分で摘みに行く時間がないのよ。手伝ってくれない？毒キノコが5つあればいいわ。フェンスの向こう側に生えてる。どう思う？あ、スピーチクラフトでこの依頼をスキップすることもできるけど、まあ、分かった、キノコを持ってくるよ。はい、キノコ狩り決まりました。ん？バーの近くに筋肉質な男性がいる。彼は缶詰のミンチ肉を食べ、ウォッカで乾杯している。彼の顔には見覚えがある。そうだ、そうだ、そう、あの行方不明になった遠征隊の
救出作戦に参加する前に知り合ったアトムの士官候補生だ。あ、こんな顔だったっけ。友人ではなかったのに彼のことがわかる。彼の名前はアレクサンダーだ。ああ、いや、大男は少し目を細めてあなたの方を向いている。最後に彼はあなたに手を振る。やあ、白子り、気づかなかった。迷信深い人は金持ちになれると信じているぞ。ああ、ここで何してるんだ。アレクサンダーは鼻をすすり、バーテンとテーブルの一つにいる少女を見る。そして彼はあなたにささやく。ああ、ハニー、さあ、私はここで何を。モロゾフと彼の仲間を探すためにここに送られたのは君だけだと思ったのか。違う。ただ私たちがここに送られた時期が違うだけだ。最初に君、少し後に私だ。私は偶然この村を見つけただけだ。この人は装備をちゃんと失ってないみたいですね。羨ましい。それでウェイストの生活は大丈夫なのか。君は何者なんだ、母さんか。答えるな。君は彼女じゃない。生活は大丈夫だ。故郷のジョージアではスイートピーチとは言わないが、それでもいい。アレクサンダーも彼の家族もジョージア出身ではないことを思い出した。しかしあなたは丁重にそれについて黙っていることにした。ただ行方不明の遠征隊のことが心配なんだ。私にとって見つけることがとても重要なんだ。とても重要だ。体にとっても魂にとっても。実は今このバーで手がかりを調べているんだ。手がかりを教えたいが何の意味がある。自分で手がかりを探した方がいい。その方が早く見つかるかもしれない。わかった。捜査はどうなってる。だから私は計算をしているんだ。データを分析している。もう少しで行方不明の仲間を見つけるところだった。彼らを助けたらここを出る。だって、まあ、あそこの男を見てみろ、可愛い子ちゃん。アレクサンダーは慎重にバーテンを見て声を下げる。肉付きのいい眉毛を見てみろ。本物のミュータントだ。人間の形をした怪物だ。ほとんどの村人もそうだ。ブサイクで、心筋交配で頭が悪い。おかげさまで、私と君には誠実さがある。秘密組織のことは誰にも言わない。なんで急にこんな悪口言い始めたの。アレクサンダーは店員が背を向けるのを待ってから、怒った顔をしながら拳を振りかざす。なんか変わった人ですね、アレクサンダーは。何か面白いことを聞いたか。最近筋肉を鍛え始めたんだ。体を鍛えているんだぞ。君のようなエビが興味を持つとは思えないかな。どういうこと。ああ、なぜこれが必要なんだ。君は友よ。人生の物質的な面しか考えていない。君とはお互いのことをよく知らないが、君にとってこれは目的のための手段に過ぎないことはほぼ間違いない。ドアをノックし、人々を怖がらせ、任務のために必要な重いものを持ち上げる。でも私にとっては強さは美しさなんだ。周りの女の子を赤面させてパンツを下ろすような隠れた美しさだ。どうしたのこの人。全然意味がわかんない。アレクサンダーは自分の筋肉をあなたに見せびらかす。かなり大きい。彼の手は工業用煙突のようだ。自分の肉体美を見せびらかしたかったってこと。大事なことは何も学ばなかったのか。どう言えばいいんだ。少し前、私は森の中を歩いていた。何か飲んだかもしれない。ちょっとだけだ。君は警官か。戦前は警官だったのか。私を診療所に送るのか。違う。じゃあよく聞いてくれ。そこで突然私は聞いたんだ。なんてことだ。森の中で子供が泣いている。とてもリアルに聞こえたんだ。神に誓って。もちろん私は歩き続けた。それは明らかに子供の泣き声を真似て人を罠に誘い込む方法を学んだ新しいミュータントの一種だ。人を罠に誘い込むんだ。確実にな。でもそうでなかったとしてもだ、赤ん坊の相手をする気にはなれない。私はそんな男じゃない。別の人生ではそうかもしれない。でも今は違う。このような話を聞いた君にも同じことをするよう忠告する。特に人気のない地域ではな。赤ん坊の泣き真似をするミュータントがいるってこと。とりあえず毒キノコ取りに行く。毒キノコ取りに行ってみようか。早くなんかもう棒切れでもいいから武器が欲しいんですけど。ね。さて、こう壁の向こうって言ってたから、そんなに遠くないところにキノコあると思うんですよ。ここら辺に
たったキノコ。あ、ネズミがいた。肉だ肉。ネズミイコール肉。戦い方を思い出せ。強烈なパンチで戦いたいですね。まずは移動して、でどうしようかな。目玉クリティカル、よっしゃ、一撃で相手を倒せたぞ。よし、ここでちょっと移動して、これ向き関係あったっけ。はい、ネズミが近くに寄ってきたけど私が攻撃できる。えい、オッケー、もう一丁。ナイス、倒せた。肉は取れるか、肉は。お、なんでだよ、何もない。こっちは何もない。ショック。キノコを取りました。毒キノコ5つですよね。いやー、蜂がいるな。せっかくだから戦うか。お、蜂が寄ってきた。急所狙え。ナイスナイス、もう一丁。ナイスー。いやー、近接戦闘上げといてよかった。蜂も何も落とさない、悲しいんだけど。さて、しばらくここでキノコ探しなわけですが、ま、敵もちょこちょこいて経験値アップにも良さそうですね。あ、ここにおじいちゃんがいる。おじいちゃんか、何してるんですか。商人かな。目の前に口ひげを生やした老人が立っている。外国製のトラックスーツを着ている。白髪の上に平たい帽子をかぶり、首には古い眼鏡がかかっている。彼は静かに口笛を吹いて、かろうじて昔の曲とわかるものを歌っている。やあ、モンスターに噛まれてないことを祈るよ。ありがとう。何度か戦わなければならなかったが。いいか、ここを一人で歩くのは危険だ。村のあちこちに怪物がいる。ここは四面楚歌だ。一ついいことがある。彼らは自分から攻撃することはないんだ、普通は。さもないとここに閉じこもっていたら大変なことになりそうだ。クモ、アリ、ネズミ、強制しているみたいだ。あと数年もすれば政党を結成するだろう。増えてるのかな。男は不気味な笑いを浮かべると、何かを探すように周囲を見回す。そして息を吐きながらこちらに顔を戻す。でもとにかく見てくれないか、火を起こしてるんだ。缶詰や茶を持っていたらぜひここで調理してくれ。私の鍋を使ってくれ。座って温まるのもいい。リラックスといえば、もしサイコロのペアを持っていたら座って遊んでみないか。私は自分のペアをなくしたようだ。ギャンブルは苦手だが楽しい時間の過ごし方だと思う。サイコロ今持ってないんで、ペア2つ持ってくればいいんですね。この人は一人でここに暮らしてるってこと。自分で戦って身を守れるんですかね。生活はどうだ。もっと悪いかもしれない。一人暮らしがどんなものか最近知ったんだ。自分で羊を買った。でもそんなことわかるか。その後すぐにバンディットが襲ってきた。どうにかして対処しなければならなかった。でも強盗が怖くなくなるとすぐ南からモンスターがやってきた。巨大なスズメバチ、巨大なアリ、あらゆる種類のクモだ。そんな獣が世界にいるとは知らなかった。でも少なくとも退屈ではない。これだ。なるほど。戦って過ごしてるのかな。君のことを教えてくれ。被爆前は民間のヘリコプターのパイロットをしていた。山間部では車では行けない集落がたくさんあったから、食料や薬をすべて集落に届けていた。今彼らがどのように対処しているのか私には分からない。無事であることを願っている。そうか、別の質問をしても。村の周りで何か新しいことがあったか。私はここで自立して生活している。なんとなくな。病気になると村のミコヤン医師のところに行く。たまに水をもらうこともある。でも大抵は一人で暮らしている。その方が快適だからだ。人はいつも一緒にいるのが好きな人もいれば、一人でいるのが好きな人もいる。私は後者の一人だ。なるほどね。何か噂はある？冒険家みたいな人がこの辺りのどこかに隠し場所を埋めたと聞いたことがある。その後撃たれたり狼に襲われたりしたんじゃないか。そしてその隠し場所はまだそこにある。探してみたいがめんどくさい。だから運試しに検索してみるのはどうかな。ありがとう。ここで調理していいんですね。まあ、調理すべきものがないんですけどね。クー
腹、めっちゃ空腹ってことは私多分空腹ってことだよね。ほらめっちゃ空腹じゃん。どうする？とりあえず毒キノコ探して報酬をもらわないと。いやネズミ、肉をくれネズミ。くそ、移動して急所を狙え。クリティカルナイス。肉をくれネズミ。くそ、なんかナイフがないと肉取れないとかそういうことじゃないのかな。くそ、ネズミを、肉をくれ。ナイス、順調に経験値は入ってます。キノコあった、ナイスやで。これで2つ目、また蜂がおる、蜂が。私に勝てると思うなよ。私の素手パワーを見やがれ。ちょっとちゃんと素材取ってよ、敵から。何もないなんてことないでしょ。お、なんかガラクタとか検索できるか。お、スクラップメタル、スクラップメタルはいいものな気がするぞ。丸太、もう地道になんかいろいろ集めて売って金にするしかないから、もう何でも集めます。もうゴミ拾い何でもするよ、任せろ。ゴミ拾い好きだから。なんだろうこれ、誰かがこれ並べたのかな。すごい綺麗なね、螺旋なんでしょうねこれ。あ、雲がいる、雲が。雲からはなんか素材取れるか。えい、もういっちょ、ナイス。雲、なんか卵とかない、何もない、なんということだ。そんなことがありえるのか。素材取れるっしょ、素材。よし、近づいて仕留めろ。うわ、ちょっと痛い、大丈夫か。仕留めろ、ナイス。まだレベルアップしない。これキノコ何個目だ。3つ、あと2つ。あ、ここは墓地のようですね。これは何だろう、予約済みかな。一つ墓地が空いてるな。あ、川がある。おー、これなんだっけ、食べられるんじゃないの、その花粉集めたら。釣りとかできるのかな。あ、誰か釣り人がいる。こんにちは。あなたの前には擦り切れたようなセーターを着た長身の白髪の男性が立っている。彼は不審そうに瞬きもせずにあなたを見ている。彼の手にはナイフが握られていて、あなたの方を向いている。岸辺に散らばっている釣り竿を見ると、彼はあなたが到着する前に釣りをしていたようだ。君は誰だ？私は君は知らない。どっか行け。冷静に、私はただの旅行者よ。そう、君は今言ったな。そんなただの旅行者の話を聞いたことがある。背を向けた途端に刺されるんだ。この地球に来たのは今日が初めてじゃない。私は金もない、食べ物もない。だから行け。村のバカどもに話を聞かせるためにな。行かれた観光客め。だいぶなんかピリピリしてらっしゃいますね。質問したいことがある。男性は短い逃走の末にナイフを置いて、あなたに目を細めた。いいだろう、話そう。釣りはどうだ？何か釣れたか？多少な。この池は小さいが魚はたくさんいる。問題は間抜けな生き物でも時間が経てば学習することだ。以前のように噛みつかなくなった。私も釣れるかな。釣りがしたいんだろ。まあできるかもしれない。地元の魚の好みを知らないからな。この辺りでは本当に食いしん坊なんだ。ミミズはダメだ。周りの生き物の餌が好きなんだ。巨大なアリ、スズメバチ、クモだ。周りにはたくさんいますね。え、あれ餌にできるのかな。そうだな。この辺りにはミュータントや変人がたくさんいる。しかし彼らの手足や臓器のうちどれが餌に適しているのか、どうやって知ることができる。知らないだろ。だからこうしよう。近くのパブに行って強い酒を買ってきてくれ。その代わり餌取りの基本を教える。覚えておけ。自分で調合したものはいらない。戦前の普通のアルコールだけだ。硬ければ硬いほどいい。戦前の普通のアルコール？わかった。わかった。お酒を買ってきたら、餌の取り方を教えてくれて、私は魚を釣ることができるんだ。よし、任せろ。
キノコ取って私に行くついでになんか売るもん売って、あーなんかたくさんいると、足にしてみよっか、蹴りにしてみよう。あーそんな変わらんな、パンチでいいや。ナイス。これで餌の取り方を教わったらこのクモたちから取れるんでしょ。それいいよな。でもこの虫たちとの戦闘はね、全然現在は楽勝だからよかった。あ、レベルが上がったって、やったー。スキルポイント振ることができます。ロックピッキングをちょっと上げて、もうこのマーシャルアーツ、戦闘中のキックとパンチ、もうこれに振っていこう。キックとパンチに振ります。よっしゃ、もう素手で生き抜いてやるぜ。来いクモ、私はクモが苦手だ。あ、いいねいいね、一撃の威力がアップしました。いいぞ、ナイス。いや素手でクモとか絶対殴りたくないな、私は絶対嫌ですね。よっしゃー、キノコあと一つ。このキノコはダメなんですか、毒キノコじゃないか、残念だな。あった5つ目のキノコ、アリがいる。アリは大群とか呼び寄せないですか、大丈夫。よっしゃ、急所を狙ってやれ。ナイス、私の敵じゃないね。ナイスナイス。いやーアリとか、あ、なんだここ、あ、隠し場所を見つけた、やったー。弾とスクラップメタルと薬と絶縁テープ、やったー。さっきあの人が言ってた隠し場所かな、見つけちゃったな、運がいい、よく見つけたよ。じゃあ早速毒キノコを取ってきたので報告に行きました。目の前に若い女性が座っている。こんにちは、会合はどう、何か持ってきてくれたかしら。ああ、これだ。ああ本当にありがとう。あなたは彼女にキノコを手渡す。彼女はプロの目でキノコを吟味し、その品質に満足すると満面の笑みを浮かべる。物々交換、スピーチクラフト、物々交換。このキノコは間違いなく一流だ。君のために時間をかけて最高の標本を探した。君が提示していた倍の価値があると思う。どう思う。失敗。大都市ではそれなりに稼げるかもしれないけど、ここではそんな高額なお金を払う余裕がないわ。村長と話してみるのはどうだ。もちろんよ、今すぐ同志コバレフに推薦状を書くわ。直接渡してちょうだい、話があるそうよ。バーの入り口の左側に住んでるわ、頑張って。ありがとう。じゃあちょっと待って、買い物をしたいんだよね。戦前のポートワイン、戦前のウォッカ。戦前のポートワインでいいのかな、戦前のアルコールって言ってたけど、ちょっと待って、戦前の強い酒のボトルか。じゃあワインじゃなくて多分ウォッカですね。レンガをとりあえず4つ、最大10ルーブルを手に入れて、戦前のウォッカ1つなら27ルーブル、27ルーブルだって。物々交換でどうにかいけないか。これで戦前のウォッカを購入できます。まあ薬とか今はいいでしょう。取引、よっしゃ、お酒を手に入れた。もう行くよ。じゃあさっきの釣り人さんのところに急ごう。釣り人さん持ってきたよ、酒が欲しいと言っていたのでは。見てくれ、戦前のウォッカが欲しいんだ。安かろうが高かろうが気にしない、ウォッカより強くてもいい。ウォッカだ。あなたは漁師にボトルを手渡す。彼はすぐにあなたからそれを奪い取り、すぐにラベルを確認してボトルをバッグに入れる。聞いてくれ、このウォッカは本当にうまいんだ、輸出できるほどいい。そして今ではこれが私の相手をしてくれるし、不運にもかかってしまった放射線病にも効くんだ。よし、君は約束を守った、今度は私の番だ。私の言うことをよく聞いて注意を払うんだ。巨大なアリ、スズメバチ、クモの体をフィールドドレスにする方法を漁師が説明してくれる。すべての生き物にはそれぞれのニュアンスがあるが、すべての生き物はナイフがなくてもバラバラにすることができる。鋭利な石でも大丈夫だ。
また地元の魚の好物はアリの唾液腺、スズメバチの足、クモの脳だということも分かった。世界は素晴らしい場所だ。ナイフ、鋭利な石とかナイフを探せないといけないのか。またそのようなものは販売することができる。ウェイストには自分の狩りの腕を誇示するためにスズメバチの足を小屋にぶら下げるのが好きなバカがたくさんいる。特に普通のスズメバチでさえそれらの遺伝子の間違いよりもずっと危険なものだから、おかしな話だ。しかし誰が気にする。金のかかるものは何でも売る価値があるだろう。いろいろ教えてくれてありがとう。ありがとう。これで今まで倒した死体、あ、クモの死体見てみる。な、今何も道具持ってないからダメかな。あ、いけるいける、クモの脳、やった。魚が好きなんだって。魚、釣り竿がない。お、スズメバチの足、よっしゃ。ちょっとここら辺の死体を漁りまくろう。死体、ちょっと死体回収してから終わろうかな。こんなところに小屋がある。誰か住んでるかな。ここドア、ドア、あ、開く開く。あれ、誰もいない。もしかして私が好きに使っていい感じ。あ、ロックされてるって。ロックされてるんだが、ここでロック解除やってみよう。解除できた。さすがピッキング能力上げただけありますね。あ、水入りボトルだって。毒物、毒、ハンターのメモ。おお、ハンターのメモで、ジップガン用のスラグ使う。ハンター諸君、誰もがこのメモを読む必要がある。周りに広めてくれ。スベトロヤル湖で何が起こったかは知らない。もしかして海底火山？それとも戦前の爆弾が事故で爆発したのか？それとも地獄そのものへの扉が開いたんだろうか？とにかく、大型哺乳類はすべてその地域から逃げ出し、私たちの方向に向かっている。この機会を活用すべきだ。ジップガンを何回か撃ち、森の中を駆け抜けているのを見つけたものをすべて殺そう。それを作るためには大きなスクラップメタル弾、火薬、紙砲弾を使用する。いい狩りを。ありがとう。これで、これ作り方を覚えたのかな。ジップガン用のスラグ弾の作り方。あ、ジップガンの弾出てる出てる。これでいいんだね。ここでもしかして寝ることできる。面白い。ここで誰かが寝ているのだろうか。それともこのベッドはただのに見せ物なんだろうか。あ、でも寝ることできないかも。トイレある。他にめぼしいものはないな。あ、畑があるじゃん。ここに何か植えられる。でも今干ばつ時期だっけ。あ、作物やっぱここで植えることができるみたいですね。ネズミからは何か取れないのかな。あの人ネズミについてはやっぱないんだな。昆虫についてしか言ってなかったですよね。残念。はい、では今回はここで終了したいと思います。次回は村長に話しに行ってみましょう。村長に話せる推薦状をもらったのでね、同志コバレフ、仕事をもらって食べ物を買いたいっていう感じでございます。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。